ちょっとねっていうことはまだ本当かどうかわからないですよね、はいはいはい、これはきっちりいきましたね。デアハーがこの形になると強いんですね、うん、やっと組みたい体勢でね、はい、ラインアウト取りました。これ動くな、右側から動いて、あーフェル終わってますね、コードルロス終わってるんだ。これいいディフェンス、これ崩れましたね、ラックになった。ディフェンスの勝ちですか、佐々木さん。そうですね、今コートリーローズがすごいいいディフェンスしました、結果、まあ、ラインアウトモールは使えなかった。ただあのモールもね、レフリーによって出そう、本当に出そうなのにすぐに笛吹くレフリーもいるんですけど、今日はやっぱりしっかり見てるからですね、今日のレフリーは、その辺をしっかりコンテストさせるようにし、連続攻撃22には入っています。前半あまりこんなシーンがなかったんですが、ボナンビ後ろからコリシ、ペナルティがしたくないライオンズですが、キッツオフ戻す、ここした前でるんですよね、デアエンディです、必ず出ます。しかし今日まだ西島さん、アムが消えてますよね。いや、コルビも消えてますよね。あ、コルビもそうですね。この辺りですよね。聞こえなきゃ。これがチャンスになるか。ここでコリシ、さばきます。本当シンプルですからね、スプリングポーストのアタックは。シンプルゆえにディフェンスは我慢強くいけば大丈夫なんですかね。そうですね、だからゲインライン、本当になんかこうムーブやってるとかじゃないんで。ちょっと深めから、おお、ワンタッチ、おお、トラッピング、これどっち、見送って